練習できなかった分をね、散歩で少しだけ賄おうと。普通の人は絶対知らないような細い道、動画じゃ絶対伝わらないけどめちゃくちゃ臭いんですよ。よしかしない。1試合10万円これからね、プレッションパイシャオン BJJ の道場で練習でございます。朝練だね。あ、起きてないフレディソンパイシャオン。おお、いたむっちゃ蹴られた練習だ練習。はい、また明日とは言うけども、練習できなかった分をね、散歩で少しだけ賄おうというところで外に出てきてます。現在夜の11時でございます。明るい。そして気温は何度ぐらいだろうな、多分30度ぐらいなのかな。でやっぱりね、その湿気っていうのがないんで全然気持ちいい暑さですね。で汗がかいたとてすぐ乾くんですよ。なんでタオルがなくてもちょっとぐらい汗かいたとて全然気にならないぐらいすごく快適です。ホテルの時にはてんてかてんに光り輝いてたこのでかい電気玉、11時ぐらいになるとこの電気が消えるみたいで、こうやってまじまじと近くで見てみるとバカでかいですね。これ全面もう LED の液晶がついてて、あんな感じでてんてかてんになってるそうですが、すごいね。この気温がめちゃくちゃ高いこのラスベガスでずっとこの電気流してるっていうのは、それができちゃうっていうのが素晴らしいことだと思いますけど、電気代とんでもないんだろうな。そんなこと気にしとったらね、こんな建物よう建てれませんわ。エドゥ、夜のラスベガスいいね。調子どうですか？疲れた。何疲れだろうかそれ。あ、そうねごめん、何も言わずにカメラ回しちゃってホテルの手配もね、全部エドゥがやってくれましたんで、本当にありがとうございます。間違えましたけど去年のホテル行っちゃって。今時間が夜の12時ちょっと前になりますが、ちょっと人の気配が増えてきましたね。でいろいろ理由を聞いてると、アメリカ国内でも外でお酒を、見せるように持っていい場所とダメなところとかあったりとかして、でここラスベガスっていうのは外で、持ち歩いてもいいし、なんなら歩きながらお酒飲んでもいいしみたいな。日本でよく見る夏の風物詩みたいな、取っ払って寝てるサラリーマンとか、そんな感じの姿がやっぱ垣間見えますね。ただ気をつけないといけないのは、現地の方は何か商品、写真売ったりとかを目的として声をかけてたりもしますんで、そこは要注意かなと思います。僕が一人で歩いてたら危ないけど、この人だと歩いてたらね絶対問題ないから、そこは安心じゃないかな。はい、裏道です。普通の人は絶対知らないような細い道。いやー、裏道通ったけど、この動画じゃ絶対伝わらないけどめちゃくちゃ臭いんですよ。なんだろう、もうほんと生ゴミの日、燃えるゴミの日かの時に出された生ゴミが1ヶ月ぐらい無視されたようなくらいの、それぐらいめちゃくちゃ臭いですね、この通り。やばいな、ラスベガスのこのど真ん中、細道入ったらうわよしかしない。あと汚物ですね。これ息するのもね辛いですよ。普通の人絶対歩かないこの道さあ、どこまで行っても臭い。うわ、このゲートくぐっても臭いんだろうな。やばい。どこまでも臭いよこれ。スタッフパーキングでかっ。これスタッフさん用の専用のね駐車場だそうですが、これ日本にちょこちょこあるイオンよりでかいじゃないの。すごいな。何階建て、働き手の数も相当いらっしゃるってことなんですね。はい、夜の散歩から戻ってきまして、明日の準備をねちょっとやりたいと思います。といってもやることはね、本当に速攻あるんですけど、この陽介先生とバケットね購入したこの水、もちろんただの水なんですけど、この中にこれ入れます。最近僕がねドハマりしているポーション、こんな感じ、コーヒーのシロップみたいな感じですよね。でこれを入れると、もうこれがねポカリみたいなスポーツドリンクに変わっていきます。ご覧の通りの大きさなんでね、もう日本からこれは持ってきた方がコスパ最強ですから、この中にこの子入れると、まあ、それだけ。これはね、まあ、明日の練習用に冷やしておきます。便利でしょ。あ、チレ、こんばんは。ようこそ。ようこそ。50万のチケット2回買ったってことですよ。いや、まあでも来たからにはですからね。1試合10万やから。やばいやばいやばい。換算するととんでもないことになる。とりあえず明日朝から練習ありますから。何日目でしたっけ、試合？3日目？1日なんで。あ、2日目か。土曜日ですね。とりあえず数時間後。おす。はい、おはようございます。ラスベガス生活2日目の朝ですね。今、朝の8時半というところで、これからね、フレッションパイシャオン BJJ の道場で練習でございます。朝練だね。で、やはり体重は 1.2 キロぐらいオーバーしている状態なんで、汗かいてね、すっきりしていきたいと思います。でね、ご覧の通り、超晴れ。まあ、そりゃそうだわな。気温はおそらく今これ35度前後になるかなと。言ったところで、まあ非常にねその肌に刺さるような暑さでございます。おはようございます。頑張りましょう。これでかいですね。いやー、着いた朝練の場所。あっちいな。35度とか言ってたけど、35度どころじゃないな。もっと高いわ。エル、おはようございます。おはようございます。練習ですよ、今から。頑張りましょう。起きてますか？あ、起きてないや。眠いですね。まだちょっと時差ボケがある。さあ、去年とねまた今度ジムの場所が変わったっていうのが僕の中では朝判明して、で一緒にね朝練習しますって言ってくれた日本人の方々にも朝焦ってね「朝違います」みたいな連絡を言って回って、向こうもびっくりですけど、いやそれ以上に僕がびっくりしてます。だって一緒にいるメンバーから朝まで教えてくれないんだもの。いやまだまだトラブル続くだろうな。もう試合明日なんだけど、もう感覚がよくわからなくなってきましたわ。いたー、フレディソンパイシャオン。グッモーニング先生。オースロングタイムのオーシー。いや今日ねクラスがないにもかかわらず、わざわざ道場を開けてね練習させていただけるという、とてもありがたい状態でございます。わー、Thank you very much. おあ、いた。むっちゃ蹴られた。わお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 。お願いします。うわ綺麗。うわうわ海外っぽい去年の場所よりスーパー海外っぽいぞ。おはようございます。おはようございます。さあ練習だ練習。汗かかんと。Isso, isso. Aqui, ó, joga. Meio que essa perna aqui.